ライオはトゥルー、あなたを信じる。巷に転がる都市伝説、土木駅です。アンバサダーのトイレです。なんでそれ優しい子なん、今日なんのか。あなたを信じるって何やろ。は、優しさを届けていこうと思います。教会か。はい、はい、まずね、トイレ君、陰謀論って信じてますか。いや、もうこれ信じる信じないじゃなくて事実なんですよ、はい、ってことですか。最近聞いたんですけど、うん、もう誰から聞いたかは言われへんねんけど、大体分かんない、大体分かんない。事実なんよ。はい、これはね、皆さん、事実もあるんですよ、やっぱり。その事実がほんのちょっとでも他のよくわかんない噂で隠されてるから、ちょっと眉唾になるんですけど、絶対本当のことはあるっていうことなんですけども、はい、嘘なのか本当なのかっていうところが、面白いところが、まあ、都市伝説のいいところではあるじゃないですか。そうやな。じゃあそもそもね、陰謀論の定義って何か知ってますか。陰謀論の定義、はい、分からへん。ありがとうございます、正直に、はい、権力を持つ個人や団体が何らかの意図を持って一般人の気づかない裏で物事を秘密裏に進めている計画のことというんだって、まあ、ワンピースでいうところの、まあ、五老星みたいなとこかな。権力を持った団体が実際にこの中にあるってことは、まあ、事実なんでね、はい、まあ、現実世界でいうところのロックフェラーとかやね。まあそうそう、それまでちょっとね、後半出てくるんで、お、まあ、身近なところで言うと、はい、日本の有名企業にも、まあ、陰謀論っていうのが存在していると言われていまして、まあ、例えばその任天堂を陰から操ってるのは国防総長と最強の財閥ロスチャイルド家とか言われてたりするんですね。そうなんや。そうなんだ、ね、アメリカなんや。そう、スーパーマリオ、ドンキーコング、ゼルダの伝説などゲームを使って政治への関心や愛国心をなくすことを目的としてと、まあ、そういう陰謀論があるということなんですね。確かにポケモンも最近海外の舞台ばっかりやからな。あ、なるほどね。日本でもこういった陰謀論がまあ言われていて、まあ、有名人なんかも発信していたりしますよね。それが芸能人の逮捕者リスト。なんそれ、これ聞いたことないですか。どういうことですか。芸能人の薬物問題って結構ね、最近うるさくまだニュースになったりしますけども、とかね、まあ、具体的な名前出さねえよ。まあ、ニュースでは、まあ、その話題に持ちきりになる時ってあるやんか、はい、やっぱ有名な人ほどさ、え、ちょっとこの人がこんな薬やってたんやったら、その時作った曲たちってどうなんのとかさ、うんうん、え、これ映画そのまま公開しちゃっていいのみたいなことはたびたび議論になったりするやんか。まあどんな時もね、うまいこと言うやん。芸能ニュースの話題で持ち切りになることで、はい、裏で喜んでる人たちは実はいるという。誰よ。それが政治家。なんで。これはどういうことかというと、政権がピンチになると芸能人が薬物で逮捕されるという、まあ、都市伝説が、まあ、あるように。あ、言いますね。まあ、フェイクが問題を起こした時にマスコミが芸能人の逮捕を取り上げて国民の目をそこからそらそうと、まあ、しているなんてことが、まあ、言われたりするんだけども、例えば一番みんなが覚えてるところって言ったら、安倍元総理が開いた桜を見る会の問題とかかな。法律違反があったかないかみたいなことも言われてますけども、一生言うてましたよね。一生言うてね、これね。それはどうでもいいからコロナなんとかしろと思うねんけど、確かに。そんな中、まあ、女優の沢尻エリカさんの薬物の逮捕が、まあ、ありましたよね。まあ、マスコミではもう沢尻さんの薬物問題を、まあ、多く取り上げるようになって、桜見る会の問題について関心が薄くなったのはこれ事実なんだよ。はい、そんじゃそこらの普通のタレントじゃなくて、大物であれば大物であるほどさ取り上げられちゃうわけ。まあ、別にって感じですね。うまいこと言うけど、どうした死のがした。え、どないしたほんま。どうしました。このことについて、はい、著名な方とかね、博識な方もこういうふうに言及されてます、うん、まずタレントのラサール石井さん、もともとねコメンテーターとしても優秀やし、ね、頭いいよ。ラサール出てるからね。政府が問題を起こし、マスコミが騒ぐと芸能人が逮捕される、次の逮捕者リストがあって、タイミングを見て誰かがゴーサインを出してるんでしょという発言をしています。どうですかこれについて。まあ、そんなことよりも僕、ラサール出てラサール石井っていうスキル、安直なネーミングセンスの方がどうかと思ってるんですけどね、昔から。続きます。元総理の鳩山由紀夫さん。あ、宇宙人と言われとった。そう、沢尻エリカさんが逮捕されたが、皆さんが指摘するように、政府がスキャンダルを犯した時、それ以上に国民が関心を示すスキャンダルで、政府のスキャンダルを覆い隠すのが目的であるとツイート。どうですか、一般人っちゃうよ、元総理が言ってないからね。これは信憑性高くないですか。あ、そんなことよりも僕、沢尻エリカさんが逮捕された翌日ぐらいにある店行ったんですよ、うん、そしたら沢尻エリカさんからの花があって、なんかすごい複雑な気分になったよね、うん、今言う人あんのか。こういった陰謀論はまあ数々もあるわけですけども、はい、じゃあ世界を見た時にどんなことが言われているのか、まあ、実は陰謀論を紐解いていくと、僕たちの命が危険にさらされているということが分かってくるかもしれません。それ最近冗談じゃなくなってきてんな。不要な人間を滅ぼす闇の計画。もう言葉だけでも怖いでしょ。陰謀論で一番メジャーな組織といったらまあこちら、イルミナティ。
そう、イルミナティなんですけども、フリーメイソンとイルミナティの関係はちょっと前の動画でもお話ししたように、世間一般のイメージとしてはフリーメイソンの上位互換がイルミナティじゃないのみたいな感じらしいんですけども、イルミナティは1775年に結成された組織で、この組織の中にフリーメイソンがあって、アメリカの石油や金融で有名なロックフェラー、ヨーロッパの金融牛耳ってロスチャイルドなどが存在していると言われていて、陰謀の総本山みたいな感じですよね、イルミナティっていうのね。大丈夫ですか、消されますよほんまに。いや、これ噂のまとめなんだよね。あ、こう言われてるっていう話だからね。そう、分からない分からないよ。そのイルミナティが目指しているものこそが世界人口削減、これ言われてるって話だからね。そうそうそう、まあ僕たちも前にイルミナティカードを出た時に、そのイルミナティカードのゴール目的が人口削減っていう話をね、まあ東亜くんが当時してましたけど、あの頃何も知らんかったよ一般的な人類が増えすぎないためにも人口削減を行い、選ばれた血族だけ繁栄できるような、まあ、世界を目指しているというふうに言われてますね。ちょっとここまで来るともう漫画とかアニメの世界になってくる。いや、そうよ。その中で行われていると言われている人口削減方法はどれも結構身近なことばっかりなんでね。ほう。液晶に見せかけた殺戮生物兵器。コロナウイルスが広まった時にも言われていましたけども、生物兵器とは細菌やウイルスなどを使用し、感染した人間や動物を殺す目的で開発された殺戮兵器ですと。これ偶発的に自然に発生すると思いますか？まあね、ね、でもどうなんですかね、まあ、ちなみにロスチャイルドさんは否定してましたけどね。それ否定はするやろはい、やりましたよ、アホアホアホ、そんなもんうち関わってませんって言うてましたよ、ちゃんと。でも実際ね、僕たちの好きな、うん、ケンジ君遊ぼの、おうおう、はい、友達が出てくる20世紀少年ではそういうウイルスや細菌兵器っていうのが出てきてたんで、でもそれぐらい身近に取り扱われてるテーマということは、あながちやっぱりなくはないんじゃないって俺思っちゃうんやけどね。なるほどね。まあ、当たり前なんだけども、現在では生物兵器の使用は国際法で禁止されていて、放射能兵器、核兵器、化学兵器と並ぶ恐ろしい兵器として認定されています。あ、そうなんや。そりゃそうよね。だってコロナが流行る前は僕たちインフルエンザの怖さなんてあんまり体験したことない世代や。僕たちのもっと昔の世代はインフルエンザっていうものがあって世界で猛威を振るって、今のコロナみたいな状態になったんだよね。そうやね、まあ、スペイン風邪って言われとってね。そうそうそう。でもその時もう僕たちは生きてないから外出禁止なんか、はどういうことなんて思うけど、今僕たちね真っ只中にいるじゃないですか。一回舞台インフルエンザでありましたけどね。あったね。そうそうそう、うん、でもそんなのまあすぐ終わるわって思う、どっかで楽観的に思ってたわけじゃないですか。こんな1年以上続くなんてね。そう、じゃあこれがもっと一国を滅ぼす目的で作られたものだったらもう怖すぎるやんか、うん、コントロールできてんのかって気もしますけど ね。こんな流行ってるもん。目に見えないウイルスだからこそ民衆の不安を煽りコントロールする目的で広められている生物兵器であるとも言われているということで、コロナウイルスで、まあ、生活が一変したり、もしかしたらこのコロナウイルスによって世界の権力者のコントロール下に置かれてしまっているのかもしれません。なるほどね。ここから先はね、ちょっと事実ベースなこともあったんですけど、ちょっと今回も省きます。ちょっと怖いんで。そうっすね。はい、4つ目、仕組まれた異常気象。はるか昔、雨を降らせたい時や自然災害を止めたい時、人間は神にお祈りをしたり、時には生贄を捧げることなんかもありました。またはダンスパウダーを使ったりね。ワンピース知識ちょいちょいじゃん。でもいろんな漫画アニメあるからね、人口を操るってことはね。現代の人類はそんな神の領域とも言えるような人工降雨や気象兵器といった天候を操作する力を手に入れてしまっているんです。あ、でも実際ウィンブルドンはその雨雲とかあったり飛行機使ってとかでも、あのミサイルとか使ってでもその晴らしてるらしいっていう話もあるからね。そうそうそう、やったっていうからね実際ね。そう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 、はい、気象兵器というのは人為的に気象を操作することにより敵国や地域に損害を与えることを目的とした兵器の一種のことを言います。実際に気象兵器が使われたという記録はあるの知ってた？それがポパイ作戦。あのほうれん草を食うやつですか？弱すぎるやろポパイ言うたよ1967年、アメリカとベトナムの戦争の時に米軍が東南アジアで行った極秘の気象操作計画のことで、降雨量を増やしベトナム軍のトラックが道路を使えないようにする作戦だったということですね。この作戦によって45日間も雨を降らせたと言われているので、これすごいよね。今から晴れるよ。おう、何のアニメそれ？天気の子ですよ。俺見てない。嘘。雨降り続ける言うたら天気の子やで、このご時世。ごめんごめん。他にも気象兵器と言われている謎の米軍施設があるのご存知ですか？これがハープ。こちらです。
表向きにはオーロラの観測などの自然現象の観測用に作られた施設とされていると。老朽化のため2014年に閉鎖されたということなんですけども、うん、実際は高周波アンテナが立ち並んだこの施設から強力なエネルギーを放出し、大気に干渉し台風や大雨を操作すると言われていたんですと。実際ね、近年起こる台風とか今まで通らなかった進路を通ってるらしいよ。あー、言いますね。そう、だから人工台風の実験じゃないかっていう風に噂されたりするので、そんなことできるって思うやんか。日本でも2012年に筑波大で人工降雨の実験が成功したとこうニュースになってます。なんか筑波大って怪しいよね。なんでなんかさ、これまあネタやと思うねんけど、その地震があるたびに筑波大は何核実験やめろみたいなこと言われたりとか、そういうことしてるやん。なんかそのまあ火のないところに煙は立たないと言いますか、なんかちょっとした怪しさがあるなっていうことを思うんですよね。ごめんなさい、筑波大の方々、本当に大変ございません。こいつが勝手に言ってるだけです、すいません。実在した地震兵器。もし今まで経験した地震の中は、何ですか、実在した。ちょっと、まあ、待ちなさいよ。もし今まで経験した、まあ、地震の中に、人の手によって起こされたものがあるとしたら怖くないですか？あの、積水ハウスとかが使うやつ？いやいや、ああいう耐震事件じゃなくて。ああ、違うんや。うん、そんな、もう一箇所収まってたらいいよ。実際、今まで起こった大きな地震は人工的に作られた地震だと言われるような都市伝説がたくさんあるんですけども、実際に、1939年から1945年に起こった第二次世界大戦、アメリカが日本をターゲットに進めていた人工地震による軍事作戦が存在します。これあんま教科書とか載ってないよね、これね。で、調べてみたら結構エビデンスありまして、アメリカ軍の航空機から日本へビラが投下されてるんだよね。写真見てもらうか。それこちら。その内容が、米軍は地震を作ることができる、米国式の地震を注目せよといったような内容で、完全に人工地震を予告してるビラなんですよね。こういうなんか作戦なんじゃないの、陽動というか。まあまあそういうこともあるけども、でも研究してることは多分事実だと思うんで、ちょっと怖くないですか？この次の状況を聞いたら、マジかもと思うかもしれないですよ。これね、結果として終戦間近の1944年マグニチュード 7.9 の東南海地震が発生します。愛知、三重、静岡などで1223人の死者、行方不明者が出ていますと。しかも翌年1945年愛知県直下型の三河地震が発生します。マグニチュード 6.8、 死者2306人達する大地震でしたということで、その2年続けてこんな大地震起こる？こんなビラ配れた後に。まあでも比較的近い地域なんでね、そういう偶然なんかな、うん、陰謀なんかな。そう、ちょっとこれが自然に起こってるかのように演出されてたらどう思います？びっくりしますよね。これ実際にね、第二次世界大戦アメリカ軍の作戦機密文書には、1944年に地震学者たちを総動員し、日本近海のどこの海底プレートに原子爆弾を仕掛ければ人工的に巨大な津波を起こせるかシミュレーションを繰り返したと書かれてるんですね。ああ、そういうことか。そういうことです。なんかこういう装置みたいなのがあるんじゃなくて、爆弾を打ち付けてプレートを刺激するっていうね。はいはいはい。もともと地震っていうね、はいはい、こうプレート同士が擦り合ってパンって弾けた瞬間に起こるんで、グラグラの身の能力とか装置がポチッとかじゃないんですよ。それだったらちょっとありえそうっすね。まあ、実際ね、ポケモンとかの世界でもね、火山をね活性化するためにエネルギーをガンガン打ち込んだりしてたんでね。ああ、なるほどね。そういうことですよね。はい。まあ、実際にこの東南海地震や三河地震は人工的に作られた地震なのか、まあ、確定はされてませんが、まあ、不自然なことであることは間違いないと。また人工的に地震なんで作れるのかっていうふうに思うかもしれませんが、もともと世界各国で人工地震の研究は進められており、1978年にこのような条約が結ばれております。環境改変兵器禁止条約。知らないよね、こんな普通ね。意図的に地震、津波を発生させたり台風の方向を変える兵器を条約で禁止するという条約です。これ言い換えれば、実行可能な技術が存在するっていうことなんだよね。なるほどね。日本では首都直下型地震が今後30年以内になんと 70% の確率で起こると言われています。やめてくれ。もしかしたらこの地震も自然発生ではなく、陰謀論的に人工的に引き起こされるストーリーになっているのかもしれません。やめてくれ。なかなか今日は怖い都市伝説をお送りしたんですけども、どうでしたか？霞ヶ関に引っ越したくなりました。なんでなんで？これ都市伝説なんやけど、うん、地震が起きても停電絶対に起きひんらしいね、霞ヶ関って。やっぱ日本のシステムが固まってるから。まあ皇居周辺とな。そうそうそう、うん、だから日本で一番この地震に強い場所って言われてるんよね。そうだから引っ越したい。引っ越せやん、守るか。いやいや、でもあ言っちゃったやん。
霞ヶ関ではないから。はい、まあ、ということでですね、はい、まあ、ポケモンの世界でもですね、またポケモンで、そう、あのめちゃくちゃでかいダイマックスしたようなイノムで、まあ、人工地震を起こしてるような話がありましたけど、なるほど、まあ、実際のところどうなんでしょうね、はい、それでは本日の鳥肌ポイントは1978、それでは本日の鳥肌ポイントは、これいつもポイントとスコア言い間違えるんよね僕ね、うん、まあいいや、本日の鳥肌ポイントは陰謀論って怖いね。それでは高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 See you。 多くの船や飛行機が失踪する事件が起きるため魔の三角地帯と言われております。 SOS 信号なども発した形跡はなく忽然と消えてしまったんですよね。結局300人がどこへ消えたかっていうのは謎なんですよね。僕はこれ異次元の扉がつながっているんじゃないのかっていう説を推しております。